BS の昭和の車といつまでもっていう番組見ました。これは車の修理工場で同じ車に30年以上乗ってる人知りませんかって聞き込みして、その人に会いに行くっていう内容の番組です。これがすげえ金持ちの高級クラシックカーを紹介するんじゃなくて、どっちか言うたら田舎のおとなしそうなおっちゃんが初任給で無理して買った車を紹介するみたいな内容で、だからここで紹介される人たちの車庫って所さんの世田谷ベースみたいなんじゃなくて、田舎の納屋って感じでめっちゃええやんって好感持てるんですよ。でこの番組を見てて思うのは、所さん的なものが好きな一般人が唯一所さんに勝つ方法って、実際にめちゃめちゃ長い期間同じ車に乗るしかないんちゃうかなって。だって所さんは古い車が好きで古い車をたくさん買えるじゃないですか。でも同じ車に30年間乗り続けることはないんですよ。でね、勝手な想像ですけど、所さんに憧れはあるけども車買い替えられずに30年経っちゃった人の車を所さん本人が見たら、すごいですねって所さんなりの、まあ言うたら白旗あげると思うんです。これはもう庶民の根性勝ちでしょ。車の勝ち負けってなんやって話にはなるんですけどね。